科学アドベンチャーシリーズシュタインズ、ゲートシュタインズ、ゲート、シュタインズゲートは 5PB の同名ゲームソフトを原作とした日本のアニメ作品。2011年4月から9月までテレビアニメが放送され、2013年4月20日に劇場版が公開された。2018年4月から9月まで続編シュタインズゲートゼロが放送された。 2011年4月から同年9月までテレビアニメシュタインズゲートが独立 UHF 局他 ATX にて放送された。全24話。原作ゲームのストーリーにほぼ忠実に沿った内容で映像化されトゥルーエンディングに至るまでの物語が描かれた。セル版の BD DVD 第9巻には特典映像のスペシャルとして後日談の第25話が収録された。 2013年4月20日に劇場版シュタインズゲート不可領域のデジャブが劇場公開された。メイジスが完全監修した完全新作ストーリーのもと、トゥルーエンドの後、ラボメンたちに降りかかった事件を描いた映画である。2015年12月にシュタインズゲート第23話の一部シーンをシュタインズゲートゼロの世界線につながる新作パートに差し替えた。 第23話が放送された。2018年4月から9月まで、テレビアニメ、シュタインズ・ゲート・ゼロが放送された。同名の続編ゲームのアニメ化となるが、前作とは異なりゲーム版が複数回プレイを前提とした、マルチエンディングだったのを一本のストーリーに再構成したため、ゲーム版から削られたシーンがある一方で、逆にアニメ版で追加されたシーンも存在する。時期は、 世界戦をめぐる戦いからしばらく経った頃、フェイリスが雷ネットの世界大会に招待選手として出場することになり、岡部、ダル、マユリ、ルカたちは応援としてアメリカに借り出される。ロサンゼルスでクレナイリース・スミカとフェイリスに合流したラボメンらは期間の追跡を避けるため、遠く離れたアラノのモーテルに宿泊することになる。深夜のモーテルで、 岡部は別の世界線での記憶が断片的に残っていることについて、くれないリースミカに問われる。翌日、雷ネットの世界大会の会場で、鈴輪に似た少女を見た岡部は、タクシーで追跡する。少女の正体は、雷ネットの出場選手にして、将来ダると出会って、鈴輪の母になるであろう、アマンオンユキであった。占いで、7年後に結婚して、 子供が生まれると言われたらしい雪は、岡部と荒野のバーで和やかに会話した末に7年後の再会を約束して別れるが、おっとり刀で飛び出した岡部には、手持ちがなく、携帯電話も電池切れということに気づく。2時間後、荒野のハイウェイを歩き続けた岡部の下に、クレナイリー・スミカが駆けつける。夕闇に染まる中、別の世界線での岡部との記憶に戸惑うクレナイリー・スミカに、 どの世界線でも好きだったと思いを告白し、返答を要求する岡部に対し、くれないリースミカは岡部を見つめ返して、目を閉じろと告げ幕を閉じる。シュタインズゲートに到達してから一年後、前よりもくれないリースミカも生存している世界で、岡部は別の世界線では敵だった、天皇寺や萌え薫とも良好な関係を築き、平穏ながらも幸せな日々を満喫していた。そんな中、 アメリカの研究所にいたくれないリースミカが仕事を理由として一年ぶりに秋葉原へ帰ってくる。久しぶりの再会に喜び合う中、岡部は激しい頭痛に襲われ、次々に脳裏に浮かぶ別の世界線での記憶によって頭をかき乱される。岡部は幾多の過去改変とリーディング・シュタイナー発動の代償として R 世界線に飛ばされることになる。 時間跳躍のもたらす苦悩を知り抜いていた岡部は過去改変を厳しく禁じていた。しかし、橋田山由里ですら岡部の存在を忘れ、さらに紅リースミカ自身も彼の記憶が薄れてしまった世界線で紅リースミカは何かこの世界に足りないものを取り戻すためタイムリープに挑む。ここでは主要人物として未来ガジェット研究所のメンバーである。 ラボ面ロミを一覧にする。2011年4月から同年9月まで独立 UHF 局他 ATX にて放送された。全24話基本的に原作ゲームのストーリーに沿った内容で映像化され、トゥルーエンディングに至るまでの物語が描かれた。ただし一部の原作ゲームにおいて見なくてもクリア可能なイベントなどはカットされている。 平成23年度文化庁、メディア、芸術最新再委員会推薦作品アニメーション、部門、長編に選ばれ、2011年10月に、岡部林太郎でニュータイプ、街遊びアニメアワード2011キャラクター、部門男性賞を受賞している。次回予告は、テレビ放送ではなく、YouTube で配信する形式が取られた。最終話の放送後直後には、 放送や公式サイトを通じて劇場版の制作が告知された。セル版の BD、DVD 第9巻には特典映像のスペシャルとして後日談の第25話が収録された。第25話は原作ゲームにも存在しないストーリーであり、本編の監督が総監督に移動して新たに監督が参加するなどスタッフを一部変更して制作されている。 2015年3月28日には、新作発表会員ツイキャスにて、原作の続編、シュタインズゲートゼロの制作が発表。これと連動し、同年7月から、東京 MX と BS11 で行われた放送では、第23話の一部シーンをゼロの世界線につながる新作パートに差し替えた、第23話が、事前の予告なしに放送された。この、 第23話は2016年2月5日発売のブルーレイボックスに収録された。再放送開始当初は新作パートの予定はなく、シクラチヨマルの思いつきから企画が始まり、制作決定した時点ですでに第5話を放送したあたりであった。さらに、第23話放送に間に合うと決まった時点で、シュタインズゲートゼロの発売日を変更している。原作ゲームの企画、 および主題歌の作詞、作曲に携わったシクラチヨマルがアニメ版の楽曲も担当している。オープニングテーマエンディングテーマ第22話のエンディングではボーカル曲は流れず原作ゲームにおいてトゥルーエンドのルートに入る瞬間に用いられた楽曲フェイク・バートンディのアレンジ曲とその演出が再現されている。挿入歌ブルーレイディスクは初回限定版。 DVD は通常版が発売された。両者とも全休館。シリーズブルーレイ DVD、ブルーレイボックス DVD ボックスも発売元はフロンティアワークスと角川書店の共同で、販売元はメディアファクトリーである。シリーズのブルーレイ限定版は吹け描き、卸しボックスピクチャーレーベル仕様で特製本編フィルム、特製ブックレット、未来ガジェット CD、 映像特典、堺井九太描き下ろしジャケット、全館連動購入特典応募券が付属される。未来ガジェット CD には、キャラソン、オリジナルドラマ、サントラ、トークなど、毎巻異なるコンテンツが収録される。ボリューム4には2011年10月23日に、東京近郊で開催予定のスペシャルイベント応募券が封入された。ボリューム8には、 映像特典として2011年10月23日に行われたスペシャルイベントオペレーションギフトブリンガーの一部がダイジェスト映像として収録され、そして最終巻となるボリューム級にはテレビでは未放送のオリジナルエピソードとして王校学校のポリオマニアが収録された。2013年3月27日には DVD ボックスとブルーレイボックスが発売された。 新規特典仕様として、ブックレットと吹け描き下ろしの特製ボックスが付属する。再録特典として、ノンテロップオープニングエンディング、未放送エピソード、王公バ学校のポリオマニア、イベント映像、オペレーション、ギフトブリンガーが映像特典として再録されている。2016年2月5日発売のコンプリートブルーレイボックスには、本編24話スペシャル、劇場版に加え、 映像特典として23話が収録される。2013年4月20日に、劇場版スタインズゲート不可領域のデジャブのタイトルで公開された。興行収入は5億6千万円。テレビアニメ版、第一作の主要スタッフが再結集し、メ治ジスが完全監修した、完全新作ストーリーのもと、トゥルーエンドの後、ラボメンたちに降りかかった事件が描かれる。本作では、 これまで仲間のために力を尽くしてきた岡部がただならない事態に巻き込まれ、彼が悩むたびに適切な助言を与えてきたくれないリズミカの視点で物語が描かれ、自らが思いもよらない事態に直面した彼女が決断を迫られることとなる。制作の決定は2011年9月13日深夜に放送されたテレビアニメ版第一作の最終回で発表された。 それに際し、本作の原案を担当した、シクラチヨマルが最終回の放送中に、ツイッター上で情報を漏えいしてしまうという一幕もあった。その後、2012年10月に、正式タイトルと作品スタッフなどの概要が発表された。主要キャストも、原作やテレビアニメ版、第一作と同じ声優が担当する。 入場者プレゼントとして、シナリオ監修、林直隆書き下ろしの未公開エピソード、シュタインズ・ゲートショートノベルが2冊、5月11日より、シュタインズ・ゲート承認共鳴のパードン、5月18日より、シュタインズ・ゲート承認共鳴のスーベニアが、限定配布された。2013年4月20日より、全国主要都市にて公開された。18スクリーンと小規模だったが、 成績は公開2日間で動員57,634人、公衆8,682万2,800円を記録した。5月11日より20スクリーンの追加公開を開始したことと未公開エピソードノベルの配布を開始したこともあり、公開第4週目で第10位に再浮上し、最終公衆は5億6,000万円を記録した。 2013年12月13日に劇場版の BD、DVD が角川より発売された。BD は超豪華版と通常版、DVD は通常版が発売されている。超豪華版のみ初回限定生産である。超豪華版には封入特典として、新独のドラマ CD、現存在のアポステリオリやコンプティークやコンプエースで、 雑誌付録で収録されたドラマ CD と映画公開記念カウントダウンで使用された音声を収録したドラマ CD2 枚組劇場版のサウンドトラック CD1 枚、ショートノベルや劇場入場者特典で配布された画集のほか、キャストスタッフインタビューなどが収録されたブックレットが封入されている。G 指定。超豪華版と通常版の共通特典として四月六日、 プレミアムイベント映像、劇場公開の初日舞台挨拶映像、映画特報、映画予告のほか CM 集が収録されている。2017年7月、ゲームなどを含めた、新展開、シュタインズ・ゲート・ワールドライン2017から2018、プロジェクトが始動。この最大の目玉として、ゼロのアニメ化企画が進行中であることが発表。同年10月からは、 アニメの再々放送が MXBS11 で開始。同年12月14日にゼロアニメ版が2018年4月から放送を開始すること及び詳細な制作体制が発表。プロモーション映像なども公開された。2018年4月から9月まで放送された。テレビアニメ第一作の第23話から続く世界として描かれている。当作品に出てくる。 アマデウスも2018年9月1日付で人工知能学会で学会誌に紹介されている。突起がない限り作詞、作曲はシクラチヨマル。インターネットでは同年4月12日よりアベマ TV アベマアニメチャンネルにて木曜1時から1時30分に地上波より先行して配信されている。イベント上映された 未放送話は2018年12月21日に、アベマ TV アベマアニメチャンネルで、先行配信。シュタインズゲート総名 H のコグニティブコンピューティングは2014年10月14日より、配信の日本 IBM とのコラボアニメ。劇場版シュタインズゲート不可領域のデジャブに関する、カテゴリー。シュタインズゲートゼロに関するカテゴリー。ありがとうございます。